メットライフドームです。埼玉西武ライオンズ対千葉ロッテマリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は右のカスティーヨ、対するマリーンズの先発は右の石川、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。ライオンズピッチャーを変えてきました。キライ降板。ここでマウンドに上がったのはマーティン。今日3番手としてマウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。マリーンズこの回は2番からの高打順。先頭バッターは指名打者鈴木、投げました。決まった、ストライク。いきなり150キロ。第2球またも空振り。これで追い込みました。追い込んで投げました。1球外してボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました。センター前に出る、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは3番中村。今日はここまで3打数1安打1三振。ストレートはボール。第3球を投げた、3球目空振り。少し迷ったか。第4球を投げた、決まった、ストライク。追い込んでから投げた、サークルチェンジ、見逃し三振。右バッターボックスは4番井上。第9球、これは引っ掛けた、三遊間の当たり、アウト。スリーアウトチェンジ。マーティン3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって3対2、ライオンズ1点リードは変わりません。ライオンズ1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。